その惨状は今でも思い出すと胸が苦しくなるような状態です。静かに語り出したのは釜石市葛飾町の佐々木育子さん93歳です。釜石市を襲った艦砲射撃を題材にした合唱組曲陰った太陽を歌う会が曲への理解を深めようと先週土曜日佐々木さんから当時の体験を聞きました。太平洋戦争末期の1945年、製鉄所があった釜石市は2度にわたって連合国艦船による艦砲射撃を受けました。市によりますと2度の艦砲射撃で釜石には5300発余りの砲弾が撃ち込まれ、およそ780人が犠牲となったとされています。1度目の艦砲射撃を受けたのは78年前の今日です。佐々木さんは当時15歳、製鉄所内にあった病院で看護師見習いとして勤務していました。この日の早朝、佐々木さんは警戒警報の発令を受けて病院へ駆けつけ、当直の先輩と入院患者を防空壕に避難させた後、病院で外来患者の診療に当たっていました。その後、正午間近、上空に敵機 B-29 襲来の砲を受け、防空壕に駆け込みました。ビューン、ガーン、ジャーン、すごい砲弾の炸裂音、地面がぐらぐら揺れ動き、防空壕では口を開け、身を塞ぎって調子の声だったです。私はその恐怖に震いながら友を励まされ、約2時間砲弾が続いたのです。警報が解除され、防空壕を出た佐々木さんが見たのは変わり果てた釜石の姿でした。死体が散乱し、肉親を求める者、負傷者は先泣けび。当時の状況を時折声を詰まらせながら話す佐々木さん。艦砲射撃の後は負傷者の治療に当たりましたが、助けられなかった命がたくさんあったと振り返ります。過酷な体験を聞いた陰った太陽を歌う会のメンバーは、戦争はなんかやっちゃいけないことだと思ったし、怖いことだと思いました。平和の大切さも知ることができたので、そのことを後世に伝えていけるように頑張りたいと思いました。この心も戦争のために傷つけましたよ。でも戦争は戦争だと、私たちも悪くないんだと、自分の心をね、これからは引き締めて、このね、日本を築き上げればねえだと思いましたよ。絶対戦争をやってはいけないってこと、私のね、切なる願いです。佐々木さんを前に陰った太陽を合唱した歌う会のメンバー、平和を願う強い思いはこれからも受け継がれていきます。